こんにちは、草場ひろきです。今回は不眠症や夜中のパニック、夜狂症におすすめのアロマを紹介したいと思います。まずですね、夜狂症というのは睡眠中に突然叫んだり泣き声を上げたりパニックを起こす症状のことを言います。深いノンレム睡眠が中途半端に覚醒することによって起こると言われていて、2歳から7歳の子供に多いと。成人にも数パーセントいるんですが、主に子供に起こる症状と。症状としては怯えたような叫び声、目を見開く、急に起き上がる、体を激しく動かす、ベッドから飛び出して逃げ出そうとするということがあるようです。夜狂症の原因の一つとしてストレスなんかも入ってきます。今回はこのストレスなどに対して効果的な安眠効果も期待できるアロマを紹介したいと思います。そのアロマはですね、まずマンダリン、ベルガモット、イライラ、この3つのアロマがおすすめです。使い方は簡単です。実際にやってみます。まずティッシュを準備して、このティッシュにマンダリンを1滴、ベルガモットを1滴、そしてイライラ1滴垂らします。いい匂いです。すごいいい匂い。これを夜中寝てる時にパニックが起きた後こう嗅がすっていう方法も有効だと思いますし、夜狂症じゃなくても夜泣きであったりとか不眠症ですね、寝る前に枕元にこの香りを置いとくとかですね、こういう風に振るだけでもですね、部屋がすぐこのベルガモット、マンダリン、イライランの香りがこの缶にちょうどよくですね香りますので、それで眠りに入るのもいいと思います。実際このレシピ使われた方からの感想なんですが、その方は夜狂症ではなかったんですが、ストレスとか不安とかで喉が潰されるような感じになって寝れない時にまさにこのレシピを匂ってみたらスーッと楽になって寝れましたというような感想もありました。特にこの香りの成分なんですが、まずマンダリンはアンスラミニル酸ジメチルという成分を含んでいて、この成分に抗不安作用があり、マンダリンとしてはアロマの中でも幽眠作用、安眠効果が非常に期待できる香りです。次にベルガモットですね。ベルガモットは柑橘系の中でもエッセル類という成分を 30% 近く含んでいる柑橘系なんですね。柑橘系というと大体モノテルペン炭化水素類のリモネンという成分が主成分になるんですけど、このベルガモットに関しては鎮静作用とか幽眠効果が期待できるエッセル類という成分を 30% も含んでます。そしてイライラン、イライランもエッセル類という成分を含んでて、安眠効果とか血圧を下げる効果などの鎮静効果、そういったものが期待できる精油になります。他にも安眠効果が期待できる精油としてはラベンダーとかカモマイルなどが挙げられます。今回は相性を考えてですね、非常に人気のある香り、特にイライランは好き嫌いが分かれるんですが、マンダリンと組み合わせることによって誰でも受け入れやすい香りになりやすいです。ということでですね、今回は不眠症や夜中のパニック、夜狂症におすすめなアロマの紹介でした。また次の動画でお会いいたしましょう。皆さん、動画を視聴していただきありがとうございます。もし動画を気に入っていただけたら、いいねやチャンネル登録をよろしくお願いいたします。チャンネル登録していただいたら、通知をオンにしてください。では次の動画も楽しみにしてください。